おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2259です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、久しぶりの MG。しかも、過去にね、やってたシリーズの引き続きのものですね。そちらの方をちょっとね、やっていきたいと思います。こちらに関してはね、ちょっと特殊すぎるなーって感じがするね、そんなものとなっております。それがこちらです。じゃんと。はい。こちらですね、マスターグレードのミッションパック O タイプ&U タイプですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。今のこの状態だとね、どっちが O タイプでどっちが U タイプだかね、よくわかんないですけど、こちらです。見ていただくとわかると思いますけど、まだね、こっちのタイプはね、なんとなくわかるんですけど、これね、特殊すぎるだろうと。これの後に多分 P タイプになるんじゃないかなっていう形だと思うので、多分これが O かなと。まあそんな感じだと思っていただければいいんじゃないかなと、今のところ思っております。すごく、微妙。個人的にはね。はい。一応こんな感じになっておりますよ。で、横を見ると、まあ、こんな感じですね。ミッションパック、O タイプ&U タイプって書いてるだけです。ここも同じような感じですね。まあ、ここと同じものがありますよ。で、反対側がこうなってて、さらにこちらがこういう風にね、こんな感じのシンプルな箱という風になっております。こちらですね、発売してっていうか、届いてからね、しばらく放置してたものですね。はい。まあ、早速こちら開けていきましょう。では、レッツ。オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつものパターンですね。説明書が今上になってますけど、本来は一番底となっておりますよと。早速ですね、ランナーの方を見ていきたいと思いますので、説明書を避けてしまって、まずランナーこちらとなっております。まあこれがグレー系というかね、一応こんな感じのやつで、まあアーム系があって、ここですね、先ほどのパッケージにあったようなパーツがちらっとありますんで、多分これがですね、ミッションパックの、まあこれわかんないですけどね、あちらの筒状のやつ、あんな感じのやつのアームパーツとかが入っておりますよ。で、こちらもそうですね。先ほどのやつのでかいやつの続きのパーツみたいなね、そんな感じのものがありますよ。はい。で、これも結構でかいですよね。一応こんな感じのブースター部分なのかな。で、シールがあります。これに関しましてはね、O タイプと U タイプ共通のね、シールっていうか、そんな感じの一つにまとめられております。で、内側のところに濃いブルーがありますけど、これに関しましては先ほどのあのごっついやつですね。あれじゃないやつ用のパーツと、まあ比較的シンプルめかなってやつですね。そんな感じのパーツが入ってきております。で、あとは台座ですね。ここのところに先ほどのでかいやつ用の台座があったりとか、マーキングデカール、ビームライフル、まあ強化型ビームライフルみたいなね、そんな感じのパーツが入っておりますよと。はい。一応パーツ数としてはこんな感じなんでね、少なめになっております。で、パーツ自体がでかいので、多分その辺がね、影響してるんじゃないかなと思っております。で、こちらが説明書ですよと。で、パーツリストがこうなっております。ホワイトとかグレーとかね、こんな感じで書いてあります。で、まずこちらペラッとめくりまして、中ですね。こちらの中から始まりまして、こちら、O タイプ指揮官用って書いてますね。こんな感じです。これに関しましては、ライフルとなんかこんなボックスみたいなやつとこれしかないみたいですね。まあちょっとすごく少なめな感じになってますけどね。こんな感じです。なんでサーベルラックとかね、バックパック、大型ブレードアンテナ。まあこれでおしまいと。で、取り付け方はこうですね。サーベルラックのところを上に持ち上げて、サーベルグリップ抜いて、サイドアーマーのところにボックスパーツをつけて、みたいなね、こんな感じで組み付けることになると。で、U タイプ。大気圏離脱仕様ですね。こんな感じで書いてますけど、バックフレームとかこんな感じで作っていきまして、で、組み付けがこうなると。で、また中ですね。こんな感じになっておりまして、こうですね。続きになってる。背中につけた部分に対して、前面のでかいパーツをくっつけて腕を曲げます。それから外側ですね。この辺のアームパーツをつけていって、こんな感じでね、格納してあげて、最後にでっかいブースターみたいなね、つけて、ここに台座をつけて支えるみたいなね、そんな感じで仕様という風になっております。まあ、シンプルというか、なんというかですけどね。今回のこちらのね、U タイプに関してはかなりパーツ数が少ないかなと。どちらかというと、O タイプのこれがね、ほぼメインという感じかな。ただ、パーツ自体は先ほどね、見ていただいてわかると思いますけど、こんな感じでね、でかいパーツが集合しておりますんでね、多分組み立てはそんなに難しくないんじゃないかなと思ってます。シールも少ないしね、っていう感じだと思いますんで、早速ですね、組み立ての方をやっていきたいと思います。一応流れとしましては従来と同じパターンですね。今回は U タイプを作ります。次回は O タイプという風にやっていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方をざっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。今回紹介するね、O タイプに関しましてはこれだけです。ものすごくパーツが少ないですね。こちらが手持ち武器、そしてバックパックですね。これだけとなっておりますんで、めちゃめちゃパーツは少ないと。そんな感じです。ではですね、早速作っていきましょう。まずはですね、こちらの2つですね。このパーツ。こちらのパーツ2つを重ね合わせて、くっつけてね、1つの状態にしますよと。はいと。
で、これができましたら先端のここの部分にこちらのパーツをつけると。で、取り付けるときに向きが決まっているよと。適当な形だとね、多分入ってしまいますけど、こちらのピンの向きとかですね、それを把握しながらじゃないとダメですよと。これ逆にしてもね、入っちゃいますんでね。説明書の向き、それを確認しておきましょう。まあ、多分こういう向きで合ってます。ピンがですね、下を向くような感じで、このような感じで配置してあげて、このパーツで閉じると。まあ、こんな感じでしょうかと。はい。こんな感じにしましたと。で、これができましたら上下ですね。これを覆うようにこちらのパーツをつけると。で、この溝ですね。こちらの溝が下になるような感じで、ここにズボッとはまりますよと。はい。で、これが入ったら次に上ですね。こちらのパーツを同じような感じで、しっかりとね、正しい位置に入れてあげると。さらに前面ですね。ここの部分にこちらのマズルパーツというかね、重工パーツを形状合わせでスポッと入れてあげると。こんな感じですね。で、見ていただくとわかると思いますけど、ここの部分の隙間ですね。これがピタッと入るんではなく、ちょっとね、隙間が空きますんでね。これが正しい形となっております。で、あとここのところにビームライフルのね、こちらのエネルギーパック。これをですね、2つ組み合わせたものを用意してあげて、これをここに差し込みます。その時にピンの向きですね。こちらに突起がありますんで、これが最終的に持った時に左側を向きますよと。こう持った時に左側にね、このような感じで突起が出るようにくっつけてあげると。これがですね、強化ライフル。こんな感じとなっております。一応こちらですね、組んだ後にこれがね、ちゃんとスライドする。こういうなね、可動ギミックがありますんで、正しくね、動くかどうかを確認しておきましょう。これでこちらのパーツができましたので、次にバックパックですね。それを作っていきましょう。バックパックついでにこちらのパーツ2つなんですけど、これサーベルラックですね。このパーツ2つを重ね合わせてあげると。で、ここにピンがね、2つありますんで、ここのところにサーベルグリップが入ると。なので、これが下になるようにして、このパーツをズボッと入れてあげると。はい。こんな感じ。まあ、これ簡単に組むことができますよと。そして、バックパックの方に流れていくと。で、バックパックがこのパーツですね。このパーツ2つを重ね合わせてあげて、ここの2箇所ですね。ここにシールを貼り付けてあげると。で、これができましたら、ブレードですね。こちらのパーツを用意しますと。こちらのブレードに関しましてはね、こういう風に形状が決まっておりますんで、下にね、軸がありますんで、この状態でまっすぐ立てた時に、こういう風にね、開くと。で、こう開いた時に、こっちがですね、こういうようなイメージになったら、こっち側が右側になります。この右側に対して、下のここですね、ここの部分に、こちらのね、パーツを組み付けると。で、このパーツ、これもですね、左右で形状が決まっておりますので、しっかりとね、説明書の写真とかね、それを参考に作る必要性があります。まあ、とりあえずこのパーツはここに配置されます。で、この状態だと外れてしまいますんで、これを固定するように、こちらのパーツを使って固定すると。これもですね、形状決まってますんで、それを把握しながらスポッと入れてあげれば、こんな感じでセッティング完了と。反対も同様に、こちらのパーツをね、ここに組み付けてあげて、前面側からこいつをね、差し込んであげれば、これでブレードパーツが完成すると。で、完成したこちらですね。このパーツに関しましては、このバックパックベースを F90 の背面ですね。バックパックに差し込んで、こいつが前面からね、ズボッと刺さって取り付けると。こんな感じとなっております。はい。まあ、一応ね、まとめるんであればこういう風にしておけば OK かなと思いますけど、今回の組み立てとしましてはこんな感じとなっております。非常にシンプルですね。ちょっとライフルのこちらのね、上下のね、組み付けの向きがちょっと把握しにくいかなっていうのと、ライフルのカートリッジですね。こちらの向きがちょっとわかりづらい。あとは伸縮するかどうかの確認だけと。それ以外のパーツに関しましてはね、特に難しいことはなかったと思いますんで、まあ、さっと組めるからいいかなと。で、こちらに関しましては、ここと、後ろの2箇所ですね。全部3枚しかね、シール貼りませんので、非常に貼りやすいというかね、作りやすい内容だったと思います。はい。ということで今回ですね、マスターグレードのミッションパック O タイプ&U タイプ。こちらの中からね、O タイプの方の組み立てをやっていきました。はい。ということで、次回ですね。次回はね、残りの U タイプの方の組み立てをね、やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バイ。